献血への協力がコロナの影響で減少しています。それは年明けの感染拡大やまん延防止等重点措置の適用によってより深刻になっているようです。こうした中、ユニクロの店舗を活用し献血を実施する取り組みが始まっています。こちらユニクロの店舗の駐車場なんですけれども、献血が行われています。今日献血が行われたのは大田区ユニクロ大森北店の駐車場です。日本赤十字社によりますと、オミクロン株の感染拡大やまん延防止等重点措置の影響により、東京都を含む関東甲信越地域では企業や学校などで行う団体献血の中止が相次いでいるということです。先月は95件、今月は9日時点ですでに163件とおよそ 1.7 倍に増加しています。コロナ禍で逼迫する献血、日赤とユニクロの連携に協力した人は、店舗も多いし、わざわざ遠くまで出向いて献血しなくてもいいので、はい、献血する人が増えていいんじゃないかなと思います。血液を必要とされている方々が多くいらっしゃるということで、少しでもお役に立てればという思いから、弊社としてできる限りの支援をしています。血液不足に危機感を持つ日本赤十字社は献血への参加を呼びかけています。血を必要としている患者さんは毎日いらっしゃいます。ぜひお買い物ついでなどお気軽に、ご参加としていただければなと思います。今月都内のユニクロで行われる献血は、26日が町田鶴川店、27日は足立入谷店で実施する予定です。